でもそうですけど、やっぱり自分でやった方がいいです、商売は。ほんだら物のありがたみもわかるし、あのうちの部下がね、みんなあの独立して会社自分で起こしてね、あのみんなではないですけどしてるんですよ。でどうって言ったら、まあ、一番痛感することですよ、経費。コピー用紙1枚にしても、ペン1本にしてもね、自分のお金で買わないといけないから全部が大事。無駄にすんなよって、たまにアルバイトとか雇ったら無駄なやつ見てると、もう腹が立って腹が立って、あんたらだってもう会社で働いてた時はバン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 すぐなくすし、ボールペンなんてもう会社に何百本単位であったんじゃないか。そこでしかもアスクルでめちゃくちゃ頼むから、みんな送料無料になるからって、他にないとか言って、もトイレットペーパーなんでこんないっぱいあんねんみたいな。もう本当にあの、でも自分のお金になったらトイレットペーパーもその買えないんですよ。毎回買いに行けばいい。毎回買いに行ったらいいんです。アスクルの送料無料っていうのにみんな騙されてる。これね、即席味噌汁なんです。弁当できた、バッチリ、シンプルイズベスト。またカラス、おい、またカラスが止まってました。シンプルイズベストです。今日はあの鶏肉パクロビやるでも、あのちょっと作り置きしてたんです。手羽先とあのタケノコのサッと煮、おむすび2個、お味噌汁、梅干しで、おやつはさつまいも。